るだけで翌日すぐ出る腸内デトックスで痩せるどころの騒ぎじゃないスペシャル腸活マッサージトレーニング紹介します。便秘の原因ってたくさんありますよね。生活習慣、食生活の乱れやストレス、それらによって腸の働きが鈍ってしまいます。コアの筋肉が衰えていることで便秘の方も多いです。特に落下腸の原因である横にある横行結腸が下がっていたり、左下側のカーブ S 状結腸で便が詰まっていることも原因の一つと考えられます。今回はこれらにアプローチしつつ腸の働きを良くするマッサージとトレーニング一緒にやっていこう。アラフォーからでもやればできる。今回は寝た状態からスタートしていきましょう。ではここにおへそがあるんですけど、そのおへそのまず上側、そして左側、指3本分ぐらい外ですかね。でおへその下、でおへその右側ですね。ここをグリグリしながらプッシュしていきます。ここは小腸をねちょっと刺激しているような感じになりますね。小腸はまあ栄養吸収する場所ですが、ここからちょっとスタートです。はい、 OK です。そうしたらこの小腸、今度は圧かけながらおへその周り回していきましょう。はい、ちょっとプッシュしながら回します。で呼吸は楽な呼吸でいいですので、お腹にぐっとね力入らないように、肩に力入らないようにしていきましょう。はい、ここにおへそをここぐるぐると、ちょっと分かりにくいですかね。で膝を立たせておきますね。膝伸ばしちゃうとねちょっと腰に圧が入りやすくなりますので、楽にやっていきます。はい、 OK です。そうしましたら今度はこのね上行結腸、この右下から右上、ここ大腸のねこう最初のあたりですので、ここを上にこう持ち上げながら、見えますか、持ち上げながらグッグと、はい、こうプッシュするようにして、こう流れをね良くするようなイメージ持ちながら、自然な呼吸で OK ですからね。はい、 OK です。そうしたら今度ね落下腸、ここ横行結腸があるところですね、横側の腸が下がっている方も多いので、この指を開いておへそのあたりから肋骨の方までちょっとゆすりながらね上側に持ち上げていきます。わかりますか、ここですね、ここをこう上側に持ち上げる。はい、これでもうちょっとねぐるぐるっと言い出したりしますので、この腸のね形って本当に皆さん違ってますので、同じことやっても便秘かなと思ったらね、もしかしたら下がっているかもしれません。はい、そうしたら今度は横行結腸を右からこう左の方にグッグッグッと、見えますでしょうか、こんな感じでこの右上、さっきね下から持ってきたこの便たちを運ぶようにして、はい、もうここでぐるぐるいってる方もいるかもしれませんね。はい、で左のねこの端の方まで、肋骨の下あたりですね、ここを呼吸は楽に、お腹は緩い状態で OK 持ってきましょう。そうしたら今度はちょっと見にくいかな、左の上ですね、左肋骨のちょうど下側、ここだけまずこの周辺をこうグググググと、皆さんは仰向けでやってくださいね、ちょっと分かりにくいかなと思って横向いてますが、この角ですね、角の部分で便が詰まっていることが多いです。なのでもう下にね、下に行ってねっていう願いを込めながら、はい、グリグリと、あもうめちゃめちゃここなってます。はい、はい、 OK です。では今度はですね、ここの左上から下、下行結腸ですかね、はい、ここをこう下の方にグリ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 、皆さんはこの状態でやってください。はい、グリグリグリと
で、緩めることによってね、指もぐーっと入りやすくなりますが、思いっきりグッてやる必要はないですので、入るとこまで行ったらグリグリグリとして、この左下の方までね、流すようにしていってくださいね。はい、 OK です。そうしたら、これもちょっと落下調になっている方に向けてですけど、今度は恥骨の方からですね、ここからへそに向けてグッグッグッと、ちょっと指開くような感じで、ここで持ち上げて、おへそあたりまででいいですので、ね、この下腹部あたりもね、こうパンパンに張っている人多いですから、このあたりから持ち上げるようにしていきます。ふう、で呼吸は緩めず、肩ね、結構グーってやると二の腕、腕疲れてくるので、疲れたら休憩しながらやってくださいね。はい、そしたら今度は S 状結腸ですね、この最後です。この左下のカーブから、この L 字になっているような、ここをグッグッグッとプッシュプッシュプッシュ、 L 字に皆さん腕を向けてやってください。ちょっと見にくいかなと思って横向いてみました。 OK ですか。ここをプッシュプッシュ、はい、ゆすりながらね、こう持ってきた便を下にこう促すようなイメージ。はい、 OK。そうしたらですね、今度はここ今のところをポンポン、手で軽くね、ここをポン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 、はい、ポンポンと叩いていきましょう。トン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 って感じですね。これも手にね、力入れる必要ないですので、軽くちょっとトン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 していきます。はい、どうですか皆さん、今のとこ順調でしょうか。ぐるぐるってなってたらね、ちょっと刺激が入っている証拠だと思いますので、はい、ちょっと痛いぐらいはやらないように、ちょっと力はね、ご自分でコントロールお願いします。じゃあ今度はへその両側ですね、このあたり、まあ、指3本分ぐらい外をこう上下にトン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 していきます。まあここっておへその近くはね、小腸がありますし、あと上下こうくるむようにね、大腸がありますので、腸全体を刺激していくような感じでトントン、はい、リラックスして、まあ、寝てやるのがね、一番力入らないと思いますので、楽にやっていきましょう。はい、はい、OK。 では今度はここにね、骨があります。はい、この骨のところに親指後ろで、ここをグッとつまむように、グーッとつかみます。グーッとで、腸骨の方にこうグーッとプッシュするようにして、はい、ここの筋肉がね、縮んでいることで姿勢悪くなって、腸の活動がね、鈍ったりもしやすいですし、ここにも腸がありますので、この辺りをちょっと刺激するようにグーッとつかむ、つかむ感じで OK ですよ。はい、 OK です。そうしましたら、はい、今度はですね、脇腹です。はい、この骨がないとこですね、ここをグッと左右つまんで、グッと、はい、ここもマッサージですね。ここに腸ありましたよね、こうやって。あの、時間ない時とかはね、この辺つまむだけでね、促されやすいですから、グッグッと楽にこうグーッとね、肩緊張しないように肩下げた状態でやってくださいね。呼吸は止めないです。はい、 OK です。では次は右下からグーッと円を描くように、ちょっと大腸をプッシュして、刺激をよりね、こう促していきましょうね。ふう、呼吸止めずに、ふうふうという感じでやっていきます。はい、いい感じですよ。これも力まずに、お腹は固めずに、緩い状態でちょっとね、圧かけます。クッとプッシュする感じでさすっていくようにしましょう。は
はい、OK。では次からちょっとトレーニングしていきますね。足拳幅に開きます。手は体側です。はい、ここから吐く呼吸、尾骨から上げて骨盤は後傾です。はい、ここでキープです。でこっちにね、ぐーっと下がってしまった腸を元の位置にね戻すような。で腸だけじゃなくて内臓が下垂しちゃってポッコリお腹になっている方もこれおすすめなんですが、膝がぐーっと開いていかないように膝は閉じます。はい、足と膝拳幅ぐらいに閉じておきましょう。はい、では降ります。じゃあ今度は降りたら今のヒップリフトからちょっとね腸をさすってあげたいのでもう一度上まで行きます。はい、でここでキープ。はい、尾骨丸めて後傾方向です。膝開かないように、ここから恥骨の方からぐっとちょっとプッシュして上にさする感じ。はい、そうするとねより内臓がね元に戻りやすかったり腸の位置もね改善されやすいですので、ちょっとさすりながら、はい、はい、 OK です。ではゆっくり降りましょう。次はもう一度ヒップリフトしたら骨盤を左右に振っていきます。吐いて上まで上がります。二度腕でも体支えたら左右に骨盤を振る、吐いて倒してちょっとひねるようにして刺激入れていきます。でこの時腰反らないように尾骨ぐーっと巻いて骨盤後傾はキープ。吐いて足全体で真上から踏むようにしてくださいね。ふうふうふう、はい、 OK。 おー、いいですね。では今度手は横に、まあ、ハの字ぐらいでいいです。で足閉じます。はい、足閉じたら吸いながら骨盤から右側に足倒して、吐く呼吸センターに戻します。吸って左、肩甲骨がつく範囲で吐いて、やっぱりねこうお腹あたりからこうツイストの動きを深めていくと便秘解消の効果も生まれますし、これは背骨のストレッチにもなったりとか、コアの筋肉も使いますので、出す力がない人もねこういうトレーニングは必要になってきます。はい、では今度はグッと丸まります。はい、両膝抱えて自分の方にぐーっと引き寄せて、ここで呼吸です。まあ、ちょっと揺れる感じでもいいですからね。でお腹ぐーっと圧をかけるように腸が刺激されるような感じでも、肩上げないで肩リラックスして軽くこう揺れたり、自分の方にぐーっと引き寄せてガスを抜くようにして、このまま呼吸繰り返しましょう。はい、OK です。では次からちょっと座っていきますね。あぐらや椅子でも大丈夫ですので座ります。骨盤は立たせて、じゃあここぐーっとプッシュします。プッシュしたら背骨まっすぐのまま前に倒れる。 OK ですか？ここプッシュしたら丸まらずにまっすぐのまま前に倒れて、この指がズボボボボーっとこう中に入っていくような意識で繰り返します。これは大腸がね始まったあたりと終わったあたりの角ですね、ここをプッシュして刺激与えます。はい、 OK。 では次ですね、立ってやってもらってもいいです。膝立ちでもいいですからね。はい、そしたら骨盤立たせて、ここでお腹ひねります。ふうふう、これは楽にねひねっちゃいましょう。こう腕を振るような感じで、これも実は腸、まあ、正しい位置に戻したりとか、こう腸のね働き活発にするためにもとてもおすすめになりますので、肩の力抜いて、はい、立った方がねもしかしたらやりやすいかもしれないので、はい、どちらでもいいです。はい、 OK。 ではもう一度椅子かあぐらに座り、そして座骨でグッとマットを踏んで骨盤立たせます。ここで呼吸です。大きく吸ってお腹膨らませて、吐いてペタンコにします。吸って
吐いて、腹圧入れてしっかり出す時の筋肉は呼吸筋ですよ。そのためにしっかり吸って、そして吐き切ることを日頃からね意識していきましょう。はい、お疲れ様でした。最後までご覧いただきありがとうございます。個人差はありますが、人によってはすぐ催すという方もいらっしゃいますので、ぜひ継続して腸を活性化させちゃいましょう。いつもたくさんのコメントありがとうございます。マッサージのここちょっと分かりにくいなというところがあればコメント欄で教えてください。チャンネル登録がまだの方お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。